動画をご覧の皆様こんにちは。今回は、阪神競馬場で日曜日に行われます、第56回、CBC 賞を展望していきたいと思います。7月は、司会を務めさせていただきます。担当は、競馬ブック販路調教担当の青木と、はい、研究ニュースの、調教担当フナスです。はい、よろしくどうぞお願いします。まずね、本題に入る前に先週の宝塚記念をね、振り返ってみたいんですけれども、まあ、先週はね、酒井トラックマンと西村トラックマンの出演だったんですけれども、まあね、酒井記者が、まあ、ブラストワンピース本命残念と、西村君はサートルナーリアが本命残念ということに終わってしまいましたよね。まあ、宝塚もやっぱりあの直前の雨がだいぶこうなんか結果を変えたのかなという感じもね、そうですよね、かなり降りましたもんね。ね、やっぱりなんか道割の降雪もさ、はっきりね出ちゃった気もしたんですけれどもね。サートルナーリアやっぱり雨が応えた感じですかね。それもありましたけどね。なんか返し馬の感じ見てもなんか いつもの感じでなかったような感じですけどね。確かになんかそんなにいいなと僕も思わなかったですよね。なんか大将クロノジェネスなんか返しも結構、ね、あ、すごく良かったですね。いいなと思いましたよね、はい、やっぱりあの辺もねきっちりとレースに、ね、出た感じでしたよね、はい。まあ、ということで一応ね、まあ、G1 シリーズ終わりまして、まあ、今週からね、まあ、本格的な夏競馬ということになりますね、はい。でね、メインレース CBC 賞なんですけれども、まあね、これ例年でしたらね、もうレースのね名前が示す通り、まあ、中京のね開幕週に行われていたねレースなんですけれども、まあ、今年はねもう阪神の5週目ということでね、はい、まあ、馬場も結構使ってきて、まあ、しかもね土曜日、まあ、おそらく道割る競馬になるだろうということで、はい、ちょっと馬場状態もねどんな感じなのかなと、外差しが効くのかなと思ったりして。そうですね、まあこの感じからすると、ババア思う以上になるんじゃないんですかね、ということでやっぱり外差しかな、めちゃくちゃ降ったらねもう後ろも来れないことになる、ね、可能性もありますけれどもね、はいはいはい。まあ、明日ね、はい、明日の、まあ、日曜日の午前中どれぐらいの雨が降っているかというのもね気になるところではありますよね、はい。ということでね、あの印をね聞いていきたいと思うんですけれども、じゃあちょっとあの船津さんの方からね、ちょっと印をまず上から順番に教えていただけますか。はい、本命が大勢アベニール、はい、対抗がレッドアンシェル、はい、で、クリノガウリ、はい、グランドロア、はい、アウィルアウェイ、でミッキースピリット、はい、で最後に、ロケット、はい、はい。私の方はね、本命が7番のクリノガウディですね。で対抗が11番のアウィルアウェイで、黒三角が13番のミッキースピリット、二重三角が9番の大勢アベニール、まあ以下ね2番のレッドアンシェル、あと、まあ、ちょっとね穴っぽいところでね10番の湘南アンセモにも打ってみました。ということで、まあ、まずね本命から聞いていきたいんですけれども、まあ、船津さんは大勢アベニールということですね。そうですね、まあ、ちょっとね直枠が出るまで、うん、ちょっと本命対抗どちらを上にするか迷ったんですけどね、はい、レッドアンシェルがちょっとね内目になりましたよね、はい、ということでちょっとレースがちょっとしにくいような感じがするんですよね。ということで大勢アベニールの方を、ね、はい、本命しましたね。まあそうですね、今年に入って、ね、あの体がね一回り大きくなってね、パワーアップした感じですよね、はい。で、決め手が備わったということで、はい、それに、道丸が、なんかうまそうな、そうですね、血統ですよね、これね、はい、ダートっぽい血統ですからね、そういうのもあって、はい、あの本命にねしましたけど、そうですね、はい。まあ、こちらの僕もまあ4番手に打ったんですけれども ね、まあ、今週半路もね姉妹11秒食うと本当にしっかりと伸びてましたんでね、はい、あの状態もまあ良さそうかなとは思います、はい。まあ、ちょっとね間隔空いたんですけれどもね、はい、十分動けそうな仕上がりかと思います、はい。で対抗がレッドアンシェルなんですね。そうですよね、まあこれはいつも通りあれですよね、まあ休み明けのレースですよね、もう使い込めない感じの馬なんでね、どうしても休み明けで、まあいつも通りの仕上がりという感じで、はい、まあ去年の勝ち馬と
去年もあれですよね、あの三つ丸だったということで、はい、その三つ丸校舎ということもありまして、ね、はい、まあそれでもね、対抗にする方面数ちょっと迷ってたんですけどね、うん、ちょっと枠の分ちょっと一つ下げたということで、というのはやっぱりちょっと外目を通った方が馬場的に有利かなと見た感じですか。うん、と思いますね、うん、レースしやすいんじゃないですかね、ちょっと真ん、やっぱり真ん中で外目の方がレースがしやすいんじゃないでしょうかね、うん、はい、こりますと、そうですね、まあ、これも私も抑え評価にはなったんですけれどもね、はい、まあ、前走内容に若干物足りなさもあったんですけれども、ちょっとこうスローペースでも良い度になりましたんでね、まあ、ちょっと展開向かなかったかなという感じはありましたよね。まあ、前日のシルクロードはやっぱりちょっとなんかジョッキーもなんか異変をね感じたみたいで、最後もうやめてしまっていましたんでね、この18着というのはね、それほど気にしなくていいと思いますよね。まあ、ちょっと3走前、まあ、ちょっとねコースは違うんですけれども、やっぱりね前年覇者でもありますからね、この時期も得意と思いますんで、まあ、やはり怖い頭かなとは思います。で黒三角がクリノガウディですか。そうですね、まあ前走のね、うん、高松の宮記念ですか、うん、でもまあ実質勝ちの、まあね1位ではね実際入選の、まあ、4着ですけど、はい、まあそのスプリンターとしてのね、うん、資質の高さを見せたレースでしたよね、うん、はい、そうですね、まあどうでしょう今回やっぱ58ですか、気になるとこは。うーん、僕はね、うん、それより、うん、やっぱりここの左回りの方がいいような気がするんですね。まあ確かにこの前左回りで持たれて膠着になってますけど、うんうん、まだ左回りの方が持たれる前マシなような気がしますけどね、あの右回りの方がね、はいはい、右回りの方がひどいと思いますね、だからその分ちょっと下げたあの下げましたね、はいはい、なるほどね、はい、うん、僕はもうこれで本命行ったんですけれども、やっぱりね、もともとね、調教がけするんですけれどもね、まあ、1週前、これ、自己ベスト 50.4 ですね、で動きまして、まあ、今週もね、本当にしっかりと動きましたし、やっぱりこれね、あのレースでちょっと行きたがるぐらいのね、行きっぷり馬ですからね、この千里適性、非常に高いと思うんですよね。まあ、今回、ちょっとあの安城ね、まあ、横山ジョッキー乗り換えにはなるんですけれどもね、まあ、本当に達者なジョッキーですから、まあまあ、しっかりと乗ってきてくれるんではないかなと思います。はい、まあ、あの馬場をね、渋っても問題はないとは思いますね。はい、ということで、で4番ではグランドロア連投ですね。そうですね、うん、まあ、ちょっと連投なんですけどね、もうこれも、道春がね、うまそうな、うんうん、感じですしね、はい、まあそこが一番言うたら印を、うん、あの上の方に持ってきたのが一番のね、はい、要因なんですけど、うん、まあ鼻いけそうな感じですかね。鼻にはね、多分ね、うん、ナインティールズが内枠引きましたしね。ああ、そう、一番ですね、それが行くんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ2番手からでも競馬は できますしね、はい、千人の方僕はいいと思うんですよ、千人より。そうですね、うんうん、まあ、で最後ちょっとあのやっぱり足上がって、まあ、あの甘くなって1か8かでちょっと最内をねこの馬だけついていたというのもあるんですけど、ね、うまくね、先頭取って、うん、その道張りを味方に、うん、こう粘り込むことも十分あると思いますね、はい、わかりました。僕もちょっとね展開的にね気になった意図なんですけれどもね、やっぱり前走ね、はい、結構これハードな道ある使っての連投なんで、やっぱりね目に見えないね疲れ残っていないかなというところでね、ちょっとね怖いのは承知しつつも今回はノーマークにした感じでしたよね、はい、またあの、三角口ですよね、はい、まずアウィルアウェイですか。そうですね、これはまあ僕は左回りがこれあんまり良くない、うん、レースぶりとしてあんまり良くないなと思うので、はい、右回りの方が確かにいいと思いますね。そうですね、まあ力的には十分足りると思うんですけどね、はい、うん、あんでもともと暑さがあんまり良くないタイプで、うん、暑い時期に弱いタイプといいますか、うんうんうん、この時期あんまり良くないんですけど、そこまで暑くないですからね。まあそうですね、まあ日曜日もね、天気もちょっとそんなに良くないでしょうから、ね、その辺はあんまり気にしなくていいと思うんですけど、はい、まあ販路のまあ僕 VTR で見ただけなんですけど、はい、動きとか見てもかなりいい動きしてましたしね。そうですね、あの全然仕上がりは本当に問題ないと思うんですね、うん、十分あの
女子同三角なんですけど、うん、全然上位に来て問題ない馬だと思いますね、はい、そうですね、まあ、僕はねこれ対抗評価にしたんですけれどもね、はい、まあ、前走はねちょっと道悪がね答えたという節もあるんですけれども、うん、ちょっとねスムーズさも欠いた気がするんですよね、うん、この発馬結構ポンと出たんですけれどもね、ちょっと挟まれるようなシーンもありまして、ずるっとね、はい、ちょっとポジション下がったんですよね、はいはいはい、直線も若干ね前がこう狭くなって応じらそうなシーンもありましたんでね、まあこの伸び伸びとね、まあ、この外目の枠から走ってこれれば、まあまあ十分ね巻き返しのチャンスはあるんじゃないかなとは思っていますよね、うん、で続きましてはこのミッキースピリットですね。そうですね、これは連勝中、うんうん、3連勝中、まあ軌道に乗った感じですけど、うん、うん、まあ勢い、うん、あんまりねディープサンクはつけたくなかったんですけどね、うん、ババで、はい、ババの関係でね、はいはい、まあ、一応勢いがあるのでね、うんうん、そのあたりをあれして、そうですね、うん、これはあの追い切りの構図非常にね持ったままで先着と良かったですしね、うん、まあ、今回のハンデ戦なんで金量も前回から3キロ軽くなってますしね、まあ、前走のこれ、ね、間を割ってきたこう勝負根性もねなかなかあるなという感じの馬なんでね、まあ、結構昇級しても相手なりにね走ってきそうな感じはありますよね。私これ3番手と、はい、まあ、まあ高い評価はしました。でもう一頭最後に黒田さんはロケットですね。どうなんですか、ね、これも道悪うまそうな馬ばっかりも、とにかく上位も出ないですよ、ね、はい、そこはね、うん、重要ですよね。ディープスカイの3服でちょっと固めの感じの走りの馬なんで、うん、ちょうどね、まあ、道悪いになったらいいんじゃないかなと思いますね、はい、まあ、追い切りみたいなそんなに前回ほどいいとは思いませんでしたけど、ちょっともたれた感じで、前回はすごく良かったんですよ、うん、はい、まあ、人気もしてましたけど、はい、うん、やっぱり戦にでどんなレースするかね、ちょっと、ね、一応初めて、ね、見てみたい感じがしますね、はい、まあ4走前に実際不良で勝ってますからね、はい、ババの悪化はなんか歓迎な気はしますよね、はい、まあ、全体的に、まあ、道春校舎 を、うん、をあの上位に、なるほどね、持ってきたという感じです、はい、わかりました、はい、まあ、私も、ね、これほとんど、ね、印を打ったところはほぼ同じなんですけれどもね、はい、まあ、最後のバッテンでね、まあ、ちょっと 10番ですね、湘南アンセも打ったんですけれども、はい、まあね、1年ぶりなんでね、どうかなというところあるんですけれども ね、まあ、あの映像で見た、ね、販路の動きなかなか、ね、これシャープで良かったとは思うんですよね、はい、うん、まあ、一応ね、これ前々走高松宮記念で3着したぐらいの馬ですからね、まあ、力もありますし、まあね、ちょっとまあ去年の CBC 賞がね、ちょっと案外の結果ではあったんですけれどもね、ちょっとまだね、状態も整ってなかったみたいなんでね、まあ、あの今回の販路の動きを見て、ちょっと穴っぽいかなと思って、印を打ってみました。はい、ということで、買い目の方は CM の後で発表いたします。はい、では買い目を発表したいと思います。ではフランさん、馬券どう買いましょう。大勢アベリニールの、うん、からの馬田、うんうん、で6点、2番、うん、7番、うん、4番、はい、11番、うん、13番、8番と、はい、まあ、各1000円ずつくらいで押さえておいてください。はい、はい、馬単位とか結構つくでしょう、ね、と思うんですけどね、はい、うん、ね、なかなか面白そうですね、はい、私はね馬連で行ってみたいと思います。7番のねクリノガウディから、まあ、ちょっとね強弱つけて買いたいんですけれども、まあね、11番のアウィル・アウェイと13番のミッキー・スピリット、ここちょっともうどんとね5000円ずつ行きまして、あとはね9番の大勢アベニール、2番のレッドアンシェル、10番の湘南アゼム、こちらね1000円ずつ押さえておきたいなと思います。ということで、まあ、以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。